すいません。一方、これ焼いてもらえるの？早起きも重労働もないパン屋もある。はい。昔ながらのパン職人には長い経験と体力が必要とされる。隣の奥さんに聞いてきたの、新しいパン屋さんができたって。ありがとうございます。かたや経験も体力も必要ないパン屋では。よかった。さまざまな出会いが。